はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。ですね、最近ね、毎日こうね、動画で宣伝させてもらってるんですよ。最近、ライブ配信アプリをですね、始めまして、概要欄に、アドレス貼ってますので、もしよかったらですね、覗いてみてほしいなというふうに思うんですけど、ポコチャっていうね、ライブ配信アプリで、配信を始めましてですね。で、基本的には普通に雑談をしたりするっていう感じなんですけど、僕の場合は、歌を歌うっていうね、チャンネルも、実は YouTube でやってますので、配信の方でも結構ね、ポコチャってそのカラオケ機能がついてたりしますから、そういうので歌を歌ったりという配信をやったりしてますので、もちろんね、見に来られた方が、阪神ファンの方とかね、野球好きの方だったら、阪神の話とか野球の話を、したりもしますので、いろいろね、やってますので、もしよろしければ、覗いてみていただけたらなというふうに思います。ポコチャ、登録するだけだとただですし、見るのもただだし、課金をすれば、いろいろアイテムは手に入るんですけど、無課金でも十分楽しめるっていう、そういうアプリになってますので、もしですね、よろしければ、ぜひ登録していただいて、覗きに来てもらえたらありがたいなというふうに思っております。はい、ということで、今日の試合を、ね、振り返っていきたいんですけれども、今日からカードが変わりましてね、火曜日ですから、阪神はですね、来週が休みや祝日があるので、今日から7連戦なんですけど、これは全部甲子園ということですね。甲子園7連戦ですから、これは当然阪神としては有利ですから、ここはもうね、負けれませんのでね、もう星勘定できませんから、これも全部勝つというのが大前提ですね。優勝を狙うためにはね、これと全部勝つのが当たり前というか、全部勝たないともう優勝っていうのはありえない。全部勝つのが最低条件っていうね、7連勝するのが最低条件に、そういうような、今日からですね、試合ということでですが、今日から始まるまずですね、カードはですね、1位と2位がやるんですね。で、3位と4位がやる、5位と6位がやるってですね、前のカードまでは A クラスのチーム対 B クラスのチームっていう感じで、もこれはこれでね、結構その、シビアなところだったんですけど、今度その1位対2位、3位対4位っていうのはね、5位対6位はどうでもいいんですけど、1位対2位は当然これもう天王山でしょうね、首位攻防戦だし、3位阪神、対4位 DeNA っていうのは、これはもうもちろん A クラスを争ってっていうこと、プラス優勝を目指すための挑戦権をかけてっていうことでしょうね。で、この3位阪神と4位のですね、DeNA も少し離れてますから、ここで、DeNA としてはもう3連勝しかないっていう感じですよね。もう残り試合少ないですから、2勝1敗は追いつかないので、DeNA はもう最低3連勝ですね。で、阪神もこれも3連勝しないといけないということですから、これ2勝1敗、1勝2敗ではちょっとね、弱いんですよね。だから阪神からしたらもうこれはもう絶対、まず横浜では3つ勝つ。その後、当然この7連戦は7連勝しないといけないので、1個も負けられないというのが今日から始まります。で、当然ですね、ローテーションも再編しないといけませんから、連戦になりますのでね。なので、どういうローテーションで来るのかなと思ったんですけど、今日はですね、青柳を上げてきましてですね、青柳ね、今年まだ1勝しかしてないんですよね。去年ね、悪い言われてても8勝ぐらいしてますからね。その前は13勝でね、最多勝2年連続で取って、で、去年あかんな言われながらも、8勝6敗かなんかでね、優勝には十分貢献をしたし、日本シリーズでもきっちり投げたっていうね、ありましたよね。それが今年はもっと輪をかけて悪くなってるっていう感じで、もう全然こう勝てないって、1勝3敗かなんかですからね。で、もう早々に2軍に行って、もう全然、上がってくる気配がないみたいな、そんな感じの青柳をここに来て、東にぶつける、今日ね、DeNA 東ですから、東にぶつけていくっていうね、これがね、どう出るかっていう、そういうね、今日は見どころとしてはそういうところですよね。これはシーズンのね、中盤とか序盤やったら、これも東には勝てないから、もうステイゲームやということで、ローテーションの谷間をぶつけてですね、負けてもいいよっていう、そういう計算で、そういうね、その今、調子の悪いピッチをぶつけるっていうのはありえますけども、もう全部勝たないかんわけですから、当然今日の試合も勝ちに行く中で、東に青柳をぶつけたっていうのは、これは当然、岡田監督の何か考えがあってのことでしょうね。要するに、2軍で調子がいいとかね。その2軍の場合はその数字だけで調子の良し悪しって測れないところがありますからね。2軍は当然こう試す場所ですから、成績を残す場所じゃないわけですよね。いろいろ自分の課題をですね、クリアするためにいろいろ試してみたり調整したりというする場所ですから、だからよくね、2軍で3割打ってるやつなんで上げへんねんとか言うね、2軍でね、成績残してるのになんで1軍上げへんねんみたいなこと言う人いますけど、もう2軍の成績関係ないですからね。2軍はもう相手も調整やし、こっちも調整やしっていう中で、たまたまね、調子良くてこう、数字が上がってるという人ももちろんいますけれども、でも、それが全てじゃないですからね。
例えば、まあ、最近で言ったら高橋アルトなんか2軍では結構打たれたりね、あの負け、投手になったりしてるんですけど、1軍に来たらやっぱり3連勝っていうね、やっぱ1軍に来たらやっぱり勝つための投球をするけど、2軍では調整のための投球ですから、当然数字悪くなって当然なわけで。そういうところを、まあ、きっちりと2軍の首脳陣とですね、1軍の岡田監督がちゃんと連絡を密に取り合ってっていうかね、岡田監督は自分でこう2軍の選手をね、見るということもあるみたいですし、まあ、そういったところがきっちりできているっていうのがね、岡田監督のすごいところなんですよね。その2軍から上げてきた選手がきっちり戦力になるっていうね、試しに上げてきてみるっていう感じではなくて、根拠を持って上げてきてるわけですよね、自分で見てですから。まあ、もちろん若手でね、その機会を与えるためにっていうパターンもありますけど、そういう人は上げてきたってですね、なかなか結果にならないっていうことはありますけども、だからこの今のこのシーズンのね、最終盤になって2軍から選手を上げてきて、もうね、スタメンで使うっていうのは、これはもう当然、勝ちに来ているわけですから、何か根拠があってやっているということでしょうね。だから青柳を上げてきて、今日先発で使ったっていうのも、岡田監督の中では何かね、勝てるための、勝つための根拠っていうのがあったはずなんですよね。まあ、それは一体何やったんやろうなっていうので、ちょっと今日はね、それ楽しみに見てたんですよね。でも相手東ですからね、横浜のもうエースです。今中がいなくなって、もう東がエースですね、間違いなくね。っていう中でね、一体どういう試合なのかね。まあ、これだから、僕はその、事前のですね、僕の予想だと、もうこれはもう勝つためには 0-0 でいくしかないと思ってたんですよね。東から点取れんと。だからもう、青柳が頑張って 0-0 で行って、どっかで1点取って逃げ切るっていうね、これしかもう勝つ方法ないでと思ってたんですけど、ちょっとね、展開が僕の予想とは少し違う感じになりましてですね。まあ、まずですね、青柳のピッチングですけども、まあまあ、悪くはなかったのかなと。ただちょっとね、その、コントロールがやっぱりちょっとまだね、あかんないうことで、少しこう、点取られた場面は、2点取られた場面ありますけども、あそこはもう完全にコントロールミスでね、点取られてますから、球の速さとかキレとかは全然変わってないですね。その最多勝取ってる時とあんまり変わってないですけど、やっぱりコントロールでしょうね。細かいコントロールね。もう本当に、出し入れっていうね言葉ありますけども、そのストライクゾーンの出し入れができてるかできてないかっていうので、まあ青柳なんかはもう勝てるか勝てないかもう全然変わってくるわけですよね。で、まあ、要するにそのね、際どいところが全部ストライクストライクってなってくると、相手はですね、そう手を出さないといけなくなってくるんですよね。例えば青柳の場合やったら、例えば、右バッターに対する外角のスライダーカットボールと内角のツーシームシンカーとかね、といってこういったこう左右の投げ分けですよね。でプラス逆のね、バックドアフロントダウンですよね。そのインコースから右バッターのインコースからスライダーをストライクゾーンに投げてくるとか、逆にツーシームシュート系のボールを外角から入れてくるとかですね、こういったいろんなパターンでですね、角を狙ってくるわけですよね。でその角狙ったやつがストライクってなると、まあ、追い込めるし、相手からしたらですね、だから今日は青柳はこうね、コントロールいいなと。だから際どい球でも手を出していかないと、待ってても追い込まれるだけやから、まあ追い込まれたら当然ね、バッター不利になりますから、追い込まれる前に打たないといけないと。ということは、多少際どい球でも手を出していかざるを得なくなるわけですよね。ってなったら、そこから落としたりですね、そこから曲げたりしたら、空振りが取れたり、芯を外して凡打になったりしやすくなるっていうね、そういう感じになりますね。ただ調子のいい時はコントロールがいいんですね、青柳なんかはね。で、調子が悪くなると、そういう角狙った球が全部ボールってなるわけですよね。ってなるとですね、相手はですね、じっくり待てるんですよね。このコントロール今日悪いなと。これ絶対甘い球来るぞということで、甘い球を待てるわけですよね。で、ボールでカウント苦しくなって、もうストライクゾーン投げざるを得なくなって、ストライクゾーン投げたら甘く入って、相手は甘い球待ってるわけですから、それを打たれるっていうね、そういう悪循環に、陥るということですよね。コントロールがいいときは、相手は甘い球来るなんて思ってませんから、たまに失投で甘い球がいっても、打ち損じてくれたりするという、まあそういう感じになるわけですよね。今日の青柳なんかは、まあ比較的、まあその、打たれてた時に比べたら、多少はコントロールがね、マシになってます。それでもやっぱりまだ甘い球とかはねありましたけども、ただまあストライクボールにはなりにくかったですね。今日ね、ストライクで早めに追い込んで、そこからボール球を誘ってっていうのがまあ多少できてたので、まあそこは脱したかなみたいな、そんな感じですよね。で、これ当然ですけど、青柳に対してはですね、相手は対策を練ってくるわけですからね、その2年連続最多勝のピッチャーですから、それは対策を練らないとですね、まあ、プロですから、毎年同じピッチャーにやられとったらいかんわけで、当然対策を練ってくると。青柳の場合はもともとデビューしてからですね、まあ、右バッターに対してはですね、結構いい球を投げるんだけど、左バッターを苦手にしてたんですよね。
その左バッターを抑えるっていうのを青柳はですね、まあ、編み出してね、その外角の低めのツーシームシンカーっていうところをこうきっちりとですねマスターをして、そのことによって左バッターを抑えられるようになって、で最多勝を取ったということですよね。だ当然相手はですねそれに対策を練ってくるわけですよね。左バッターやったらこの外角低めのですねツーシームでやられたから、じゃあもう今度はこれを狙ったろうということで踏み込んで逆方向ね、ショートの頭とかサードの頭を狙ってこう打ってくるという感じで、今度は左バッターにまた打たれ始めたということで、まあ、勝てなくなってですね。で、まあ、それをなんとか打破するためにですね、まあ、高めの球であったりとか、左バッターのインコースのカットボール、スライダー系とかね、こういうのを、まあ、使うようにして、で、外のツーシーム、シンカーをより活かすっていうね、それに今、まあ、取り組んでるところだと思うんですけど、ちょっとこの辺がですね、まあ、うまくいったりいかなかったりっていう感じですね。この辺はきっちりとですね、うまくいくようになれば、またね、勝てるようになると思うんですけど、これは当然、相手対策練ってくるわけですから、それに対してこっちはもうさらに上を行くっていうね、そういう勝負をしていかないといけないんですけど、それがまあどこまでできてんのかなっていうところですよね。今日はまあ比較的ね、その要するに青柳をどっかでぶつけないかんっておそらくは岡田監督の頭にあったと思うんですけど、青柳をぶつけるんだったらまあ DeNA っていうところだと思うんですよね。右バッターでいいバッターが多いからですね、 DeNA はね、そこに対してはそれを青柳で封じることによって、青柳は右バッターはすごく打ちにくいですからね、対戦成績でもね、右バッターはなかなか打てないっていうのは分かってるわけですから、その代わり左に弱いっていうのは分かってますから、広島とかですね、左バッターでいいバッターが揃ってるところにぶつけると、まあ、打たれる可能性高いので、なので DeNA っていうね、右バッターでいい選手が多いんですよね。で、そこにこう当てることによって、勝つ確率を少しでも上げるというところで、まあ、ここに持ってきたのかなというふうに思います。だからまあ、ここから先はですね、岡田監督がもうローテーション全部逆算して組んでるはずなんですね。このピッチャーはこのチームにぶつけるっていうね、例えば広島等のところにも左を多分2枚ぶつけると思うんです。そこからもおそらく全部逆算をしてですね、ちょっとでも勝つ確率の高いピッチャーをどのチームに当てるかっていう感じでおそらくやってるね。 で青柳は今日の DeNA っていうのが岡田監督の中では一番勝てる可能性が高いと踏んで、おそらく今日持ってきたはずなんですよね。 DeNA の場合はですね、マッキーがいて、宮崎がいて、オースティンがいて、この辺ですよね、右バッターのこの強いところね、ここをきっちり抑えるということによって打線をこう封じるっていうのが、まあ目的だったのかなというふうに思いますけどね。結果的に今日は左バッターを抑えて右バッターに打たれてるんですけどね。まあそういうこともあるっていう感じですが、まあとにかく初回なんとか0点でですね、しのいだことによってなんとかねいけるぞっていう、まあそういう気持ちになってきたのかなと。まあ要所要所でダブルプレーもね取れてましたから、まあ、この辺は青柳のですね、まあなんていうのかな、ちょっとまあ持ち味がね出てきたのかなというふうに思います。まあ、ゴロアウトも多かったですしね、今日はね。で、雨も降らせましたしね、ちゃんとね。なので、まあ、いつもの青柳の子らしさがちょっとね、戻ってきたっていう、まあ、そういうピッチングでしたよね。で、ただまあ、これでね、0-0 でいけるかっていう感じですよね。その、相手、東ですからね、もうなかなか点取れんなって思ってたんですけど、ただまあ、東もね、今日そんなに良くなかったですよね。球がね、なんか、ちょっと狙ってるところに行ってないとか、ちょっと高くね、抜けてくるような。だからそんな、すっぽ抜けてとんでもないボール球っていうのはないんですけど、ちょっと低め狙ったやつが若干球1個、2個、3個分ぐらい浮いてくるっていうですね。だからそういうような感じでしたから、東も決して今日良くはなかったんちゃうかなっていうふうに思います。で、先制点は早々に阪神がね、取りますのでね。まあ、これも相手のね、守備の、あれからですけどね、大山がですね、ライトフライ打って、これを突っ込んできて、ライトがね、突っ込んできたけど取れずで、ツーベースにしちゃって、で、大山がセカンドね、ノーアウトセカンドですよね。で、佐藤はこれ、進塁打打ちましたね、わざとね、あれはヒット狙いじゃなくて、あれも引っ掛けてセカンドゴロを打ちに行ったっていう感じなんですけど、初球進塁打で、ワンアウトサードにして、で、井上だったんですけど、この井上がですね、ここで、外野フライね、犠牲フライ打てれば一番良かったんですけど、浅いライトフライということで、ちょっとね、これ、突っ込めずということで、で、このまま打線、下位打線ですから、7番梅野、8番木浪ですから、ちょっとね、点ならんのかなと思ったら、梅野がですね、初球を打って、左中間にタイムリーヒット、タイムリーツーベースですよね。これで先制点を取ったということですね。で、この辺見てると、もう今日はね、阪神打線はもうね、早いカウントからもう積極的に打っていこうっていうのを、これチームできっちりね、決め事としてやって、それはみんなでこうやってましたよね。そういったチーム一丸となって、方針を決めてやっていくっていう、まあ、高校野球みたいな感じですけどね、まあ、プロはね、そう、別に一人ずつが考えたらいいっていう人もいるかもしれませんけど、今日みたいな東投手みたいな好投手を攻略しようと思ったら、チームとして一丸となって、こういう方針でいこうっていうふうにね、やっていかないといけないんで、それが今日阪神はできてたなっていうふうに思います。
でもとにかく初球から甘い球来たらもう積極的に振っていこうっていうことですよね。だから結構今日はもう初球からファーストストライクからガンガン振ってましてですね。まあこのね点数になったシーンもそれがね、いい方に出たなっていう感じですよね。だから作戦がハマったっていうことですよね。これも下手したら相手を助けちゃうんですよね。早打ちでね球数少なくどん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 行っちゃうっていう感じですから、下手したらまあ相手をね、楽にさせちゃうんですけども、まあおそらく東投手ね粘って粘って球数投げさせてもそんなに球威変わらへんでとねいう感じだから、球数投げさす作戦っていうのはあまり有効じゃないと踏んで、まあ、早いカウントから甘い球来たら打っていくっていうその作戦にね今日は、行ったのかなというふうに思いますし、それが今日はハマったっていう感じですよね。でそこに持ってきて東投手がいつもの調子とはちょっと違うっていう感じだったので、まあ点がね何点か取れたという今日はねそんな感じですよね。で1点先制をしてですね、でこのままねまあ、1-0 のままいければよかったんですけども、先ほど青柳が2点取られてしまうと。で この取られ方がいわゆる、失投ですよね。タイムリーを浴びたシーンね、誰やったかな、マキやったかな、マキでしたかね、インコースツーシームでねこう追い込んで、で勝負球もですねインコースツーシームを投げたやつが真ん中高めに抜けてきて浮いてきて、それをセンター前に弾かれるっていうね、これでまあ2点目取られるっていう感じだったんですけど、まあインコースインコースね、必要にインコースを攻めて攻めて相手にねその意識づけをするっていうのはね成功してたんですけども、決め球は甘くなってしまったんですよね。まあまああれも致し方ないですね。こう結構厳しいいい球で追い込みましたから、勝負球そこよりも厳しくいこうと思うともう当たっちゃいますからね。だからあそこはねその梅野のリードも少しちょっと無理があったんちゃうかなという気はするんですね。インコースインコースでね追い込んで、そこからさらに厳しいところにインコース要求したって、それはまあなかなかね精神的に投げ入れないというところですから、まあちょっとそこはね梅野はそのピッチャーの投げやすい球っていうところを少し、考慮してですね、やっぱり、リードして、いった方がいいんちゃうかなと今日はね、見てて思いましたよね。ただなかなかねなかなか勝ててないピッチャーですからね、そんなにガン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 インコースを攻めるってもなかなかねどっかでやっぱりこう気持ち的にね、当てたらいかんという気持ちもあるでしょうし、まあその辺はなかなか厳しいところなのかなという感じですよね。これはもう一軍でずっとですねローテーションで回って勝ってるピッチャーやったらですね、まあそのぐらい、まあ、たまにはそういうねもうギリギリの球を投げないとっていうところあるかもしれませんけど、たまに上がってきて今の先発してる青柳ですからね、インコース厳しいところばっかりっていうのはなかなかね、こう投げ続けるの難しいのかなというところで、まあこれでまあ点取られた、あ逆転されたと。で相手東やからねこれ逆転されてちょっとうわーと思ってたんですけど、森下がですね、まあ同点ホームランが、同点ホームランじゃないな、同点に追いついたのはスクイズですね。井上がですね、その井上がフォアボールで出たんですけど、このフォアボールでかかったですよね。井上そんな今日ね東をこう打てる、まあこの間ねその横浜スタジアムでホームラン打ちましたから、まあもちろんね東からしたらこの間ホームラン打たれたと分かってますから、当然ギアを上げてですねそのもう本気で抑えに来とるわけですよね。だからまあ要するに井上は まだ若手やし、そんなに実績もないし、いうことで、で、下位打線やし、いうことで、東からしたらちょっと見下してね、投げてたと思うんですけども、それをね、ホームラン見事打たれたもんやから、ちょっと今日はもう最初から本気で抑えに来てましたよね。で、その本気で抑えに来たやつがちょっとね、力が入ったのが、ここに先頭井上やったんですけど、ボールボールボールってなって、フォアボールで出塁をしたと。これがね、でかかったですよね。で、その後、木浪がですね、引っ張って一三塁の形を作るってね、この木浪のバッティングも良かったですね。きっちり引っ張って一三塁の形を作って、で、ワンアウト一塁三塁ですね。ワンアウト一塁三塁で、ピッチャー青柳っていうところでね。で、ここで、まあ当然これスクイズが考えられるんですけど、まあこれはまあ考え方ですけど、まあファーストランナーをセカンドに送る送りバントっていうのはありですよね。考え方としては。だからここはもうね、ずっともうバントの構えしとったら、まあいい場面なんですけどね。だからファーストランナーだけをセカンドに送る送りバントを、まあ、やっていく中で、もしいいとこに転がったらサードランナーも突っ込んでくるっていうね、そういったセーフティースクイズもできますし、それがもう最初からスクイズですよね。走らしてバントさすっていう。まあどういう形で来るかな。まあ何かしら絶対やってくるなとは思ったんですね。これ普通に打たすっていうのは一番危険ですけどね。ダブルプレーがありますから、三振では何も起きないしっていう感じですよね。だから普通に打たすよりかはもう相手東ですから何かことを起こさないといかんということで、あれですね、セーフティースクイズできましたよね。あれサインですね、セーフティースクイズのね。で、いいとこに転がしたんですけど、サードランナーの井上のね、スタートがあんま良くなかったですよね。ちょっともたもたしてですね。で、普通に走った足の速いランナーでいいスタート
来たら、ゆうゆうあれセーフっていうね、ところだったんで、もう相手もですね、おそらくあれ、ホーム諦めるぐらいのタイミングのいいバントだったんですけど、ちょっと井上、足遅い上にスタート悪かったので、ホームクロスプレーになったんですよね。で、まあまあ、グラブトスでね、キャッチャーにこうトスが来て、で、タッチして、セーフになったんですけど、もう本当にギリギリで。で、まあ、リプレイ検証になったんですけどね。まあまあ、テレビのね、この映像見ましたけども、あれ、なんかちゃんと撮れてるところがなかったって、どの角度から見ても、タッチしてるところがよくわからないっていう感じだったんで、おそらくそれでね、その覆すだけの確たるものがないっていうことで、まあ、セーフのままになったと思うんですよね。あれはまあ、実際には、もしかしたらタッチの方が早かったかもしれないというタイミングですけど、それをきっちりこう、分かる映像どの角度からもね、なかったっていうことで、まあ、おそらくそのままになったのかなというふうに思います。でまあセーフになって、で2対2ですよね。もうね、東から2点取れたっていうねところで、でもこれでもうね、なんとか青柳はね頑張ってもらわないかなと思ってたら、森下がですねソロホームランで勝ち越すという、このホームランもね見事だったんですよね。今日森下東に全然合ってなかったですね。最初からね、初回からもうそのまっすぐにも振り遅れてるし、最初はもうとんでもないね、まっすぐ来て着払いみたいなね、来てから振るみたいな、とんでもなくタイミングが合ってない空振り三振だったんですけど、で、まっすぐに合ってないから、そのチェンジアップみたいなね、ツーシームかな、チェンジアップかな、タイミングをずらすような球ですよね。あれにもこう合わない、あれも空振りしちゃうみたいな。もう本当にどの球にも合わんみたいな感じだったんですけど、そこにですね、追い込まれた後、勝負球でですね、甘いとこにスライダーっていうね、一番こう、なんていうんですかね、まっすぐに振り遅れてるし、チェンジアップにもタイミング合ってないっていうところで、唯一なんかタイミングが合うような入ってくる系の半速球のですね、甘い球が来たっていう感じで。で、それを見事に捉えてですね。で、まあ、浜風弱かったですけど、若干乗ったかな。浜風に乗って、で、まあ、スタンドギリギリに届くホームランってね、見事ですよね。なんとか食らいついていこうという姿勢がね。で、森下のいいところはね、食らいついていくんだけどフルスイングするっていうね、これがね、できるのがやっぱすごいなと思うんですよね。要するに当てに行かなあかんわけですね。追い込まれてますから。追い込まれてるから当てに行かないけないんだけども、フルスイングで当てに行けるっていうね、このちょっと矛盾してますけど、それができるのはまあ、森下のすごいとこかなと思います。だから、フルカウントになっても、きっちりとですね、スイングかけるからホームランになる可能性もあるわけですよね。で、今日は見事このね、ホームランで、2対3になってですね。で、もう今日はこれで5回、青柳がね、5回2失点で、で、ここでもう早々にですね、継投に入ると。で、守備も変えると。守備ももう レフトのですね、井上も島田に帰りに変えてですね、で、6回からもう切式投入っていうね。だからもうこれでもう逃げ切り体制に入ったっていうことですね。だからこの辺も岡田監督も仕掛けが早くなってきましてですね。まあ、非常にこの、まあ、要するになんとかね、するんやっていう、まあ、当然序盤とか中盤、シーズンね、序盤とか中盤の戦い方とはもう明らかに変わってきてるなっていうね、そういう感じですよね。で、追加点なんとか取りたいなと思ってたところが、うまくですね、東からですね、4点取れたね、こっからさらにね。で、これがね、見事やったなっていう感じなんですけど、まあ、梅野が出塁をしてですね、で、9番のところに、島田楓が入ってたんですね、もう系統に入ってますから、6番のところにピッチャーを入れて、9番に島田楓を入れてたんですね。で、回の先頭が梅野が出塁をして、で、木浪やったんですけど、木浪にバントだったんですけど、バント決められず追い込まれて、で、まあ、どうするのかなと思ってたんですけど、ここで、あれをかけたんですね。バスターをかけたんですね。バスターを。そうするとですね、ちょうどこのバスターのサインがかかっているところに、これまたさっきと同じようにですね、甘いところにスライダーが来たんですよね。だからこの、今日打たれてる球やっぱ全部高いですよね。この森下のホームランもそうだし、この木浪のね、バスターのシーンもそうですけど、甘いところにこう、スライダーが入ってきてですね、まあ、木浪は当然これ当てに来てますから、なんとか食らいついて当てようと思って、こう当てたところがヒットになると。いうことで、一塁に、ノーアウト一塁にですね。これは当然9番島田楓ですから、これは当然送りバントで1番にね、つなぐっていう、ことが考えられるんですけど、ここでまたバスターをかけたんです、岡田監督はね。で、これが見事やったなと。で、バスターで、もう本当に誰もいないところね、三遊間に、島田がですね、まあ、こうね、球を転がしましたとか、島田すごくバッティング調子がね、良くなってますよね。見事ですよね。あのバッティングの調子だったらスタメンで使いたくなりますよね。あの守備がありますからね。なので、これ終盤に向けてね、島田の使い方ってのは一つ鍵になってくるなっていう感じですね。井上と前川がちょっとね、一軍で少し疲れが出てきてるっていうところもありますしね。まあ、ノイジー・ミエセスは二軍でも2割ちょっとしか打ってないっていう感じですから、まあ、戦力としては考えられみたいな感じですから、ここに来て島田楓がね、ちょっと存在感を発揮してきたなっていう感じですが、で、これで満塁ですよね、バスター決めて。で、近本中野のヒットで、これで、4点取って、これで東ノックアウトっていうね、見事な。
まあ、打撃やったなっていうところですよね。東投手ずっとクオリティスタートね、6回三振いっていないというのをずっと続けてたんですけど、今日 4点取ったということで、このクオリティスタートの連続っていうのもこれも途切れさせたというところですね。だからまあ見事な攻撃やったなと。まあ東もね、調子が悪かったっていうことも当然あるかもしれませんけど、阪神の攻撃も今日は見事やったなと。で、系統にね、もう入ってた、霧敷、石井っていうね、系統に入ってましたけど、この辺から追加点を取ってですね、点差が離れていったので、最後おそらくこれゲラ岩崎で締めるつもりだったと思うんですけど、霧敷石井の後、これで、ゲラ岩崎を使わずに済んだっていうのもね、これも大きいですよね。最後、富田と、島本と富田で最後締めたっていうね。これもね、非常にでかかったですよね。まあ、この辺ね、岡田監督が方針転換パッとするっていうのも、これはさすがやなというところですよね。なので、今日はですね、非常に点数、東に勝てたっていうのも大きいし、青柳で勝てたっていうのも大きいし、点差をね、開くことによって勝ちパターンを温存できたっていうことも大きいので、7連戦に向けてもこれ以上ないね、スタートが切れたなっていう、まあそういう感じです。まあこの勢いで当然7連勝まで持っていかないといけないわけですから、明日が大事になりますのでね、この勢いを持って明日はね、さらにいい試合を 見せてほしいなというふうに思っております。はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。